った二人でわしらの仲間を。なんちゅう奴らじゃ。お前が坂本龍馬なのか。坂本先生にはわしらが指一本触れさせんがじゃ。お前がもう一人の坂本龍馬なのか。誰なんだお前は。お前の目的は何だ。なぜ俺の名を語る。答えろ。お前がおやっさんを殺させたのか。そうなんだろう。なんとか言え。カモさんの仇や。なんやと。はじめちゃん、窓や。窓から逃げよった。おうで、はじめちゃん。はじめちゃん。まさか兄弟が。踊るな、そこ動くな。見回り組の佐々木か。何の用や。こないなとこで何しとんねんお前ら。見たらわかるやろ、不定浪士の取り締まりや。ほう、そりゃご苦労なこっちゃな。せやけどこっから先は見回り組が預からせてもらう。な、何
やと？聞こえへんかったんか？坂本龍馬は見回り組が預かる言うとんねん。ま？なんだと？これは幕府ご公儀の命令や。これ以上坂本龍馬の件、新選組の手出しは無用。ふざけんなや！坂本は新選組の幹部殺した男や。それを手出し無用とはどういうことやねん。さあの、文句があるんやったらお上に言うたらどうや。わしらに命令した幕府のお役人に。せえ。おい、誰なんだ。見回り組にその命令を出した役人ってのは。幕府軍官奉行並み勝林太郎や。勝林太郎。余計な詮索はせんこっちゃ。その方がお互いの身のためなんとちゃいまっか。謎だらけの三番隊隊長さんよ。しかし見回り組に邪魔されるとは思うてもなかったな、はじめちゃん。どないしたんや。さっきから様子が変やけど、なんかあったんか。いや、なんでもない。ちょっとな。うん？やってくれたな、お前ら。おう、伊藤藩やないか。それに武田に兵助まで。どないしたんや。とぼけんな。近藤局長の引退の相談って、あれは飛んだホラじゃねえか。ああ、なんやそれ。よう覚えてへんな。バカにしとんのが悪い。お前の嘘のせいで坂本龍馬取り逃がしてしもうたやないか。そない言うんやったら五番隊も残ってればよかったやないか。伊藤藩に尻尾振ってついてったくせして。よう言うわ。なんやと、我舐めとんのか。まあまあ落ち着いて武田さん。沖田さんもそんなに煽らないでくださいよ。なんや平助、お前どっちの味方や。別に俺はどっちの味方でもないですよ。ただ最近の近藤さんは何を考えているかわからない。なら伊藤さんが局長になった方がやりやすいとは思ってますけど。平助、お前もういい。平助、こんなバカ相手にしてても拉致が明かねえ。いいか沖田、これだけ覚えておけ。俺が新選組局長になった暁には古参だろうが剣の腕が立とうが容赦しねえ。俺の方針に従わねえ奴は全員粛清する。いいな。あんたもただの狂犬で終わりたくなかったら平助のように身の振り方考えるんだな。行くぞ。はっ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 。
大丈夫。美しいな。え？
Yeah!
え？美しいな。え？
Ha ha!
Thank you.
の新選組の人、どっかで見たことあらへんか？これからどっか行け。この間のよかったな。ああ、この間の見たことある気がするけど。はじめさん、おかえり。あのなあ、本当のことを教えてくれ、オリオ。なんで坂本龍馬を逃がした？それはお客さんが追われてたんを助けよう思っただけや。だが下手すりゃお前も坂本を助けたと新選組に切られていたかもしれない。自分の命張ってまで助けるような客なのか、坂本龍馬。そうよ、うちは寺田屋のお客さんが新選組に狙われてる言うなら誰でも助けます。それが寺田屋で働く者の務めです。そうか、それならいい。俺はここを出ていく。え、なんで？俺も新選組の一員だ。俺がここにいれば新選組のことをそこまで憎んでいるお前を苦しめるだけだ。いや、それは世話になった。もうええんとちゃう、お涼ちゃん。そろそろほんまのこと話してくれてもええんやないの？おかみさん、あんたなんか隠してるやろ。そろそろうちにも教えてくれへん？どういうことなんだ、お登勢。実はお涼ちゃんね、はじめさんを追ってこの宿に飛び込んできたんよ。ね、お涼ちゃん。俺を追って？せや、斎藤はじめさんいうお侍さんの世話をさせてほしい言うてね。てっきり最初は片思いでもしてるもんやと思っとったけど、どうもそれだけやないみたいでね。はじめさんが出かけた後追いかけて行ってみたり、部屋の様子を掃除しながら調べたりしててね。なんか目的があって近づいてきたんやと確信した。どういうことなんだ、お涼。さっきの坂本龍馬はんとなんか関係があるんとちゃうか、お涼ちゃん。
あんた、はじめさんのこと好きなんやろ？離れ離れになりたくないんやろ？せやったら、ちゃんと話した方がええ。好きな人に一生疑われたままやったら、そない悲しい話はないで。な？わかりました。お話しします。うちは寺田屋に来る前から勤皇派に協力していた女です。最初は不些細な町の噂とかそういうのを坂本さんのお仲間に教えたりしてました。それが勤皇のお役に立つからっていくらかお金を受け取って、うちには今も床に伏せている母がいます。その薬代に充てるためでした。でもある日、次からは斎藤はじめいう人のそばに行って、その人の行動を知らせてほしいって言われたんです。坂本龍馬にだな。あなたがいつどこに出かけるのか、誰と会ってるのか、寺田屋の女中として分かる範囲でいいから報告してくれって。うちもそのくらいならええと思ってました。あの夜までは。これお嬢ちゃんを雇った日に寺田屋に置かれていったお金、誰が置いていったかもわからんかったけど、多分坂本さんやったんやね。うちがお嬢ちゃんを雇い入れたことへの見返りとして。坂本龍馬とはどこで知り合ったんだ？もともとうちの父が勤皇の活動家やったんです。それが幕府の役人に捕まって、何人にも囲まれて切り殺された。もう何年も前。その後、京に登ってくる勤皇派の志士たちが死んだ父のお見舞いに訪ねてくることがあって、坂本さんはそういう人たちの一人でした。そしてお金に困ってるうちらに手を差し伸べてくれた。はじめさんに言うてもせんない話やけど、侍同士の争いに翻弄されるのは何の力もない女子供や。お嬢ちゃんかて巻き込まれたくて巻き込まれたんとちゃう。女一人母親背負って生きるためにしたことや。はじめさん、お嬢ちゃんを許したって。おかみさん。お嬢、もう一つ聞かせてくれ。わざわざお前を使って俺を監視してた坂本龍馬が、なんで今日になってここに現れた？いずれ俺と鉢合わせるのは目に見えていたはずだ。それはうちにもわかりません。せやけど坂本さんは今日でやらなきゃいけない仕事がある言うてた。うちが聞いたんはそれだけです。今日でやらなきゃいけない仕事。なあはじめさん、
これからお涼ちゃんをどないする気？もうええです、おかみさん。覚悟はできてます。はじめさん、見損なったでしょ、うちのこと。いや、俺にはそんな資格はねえ。俺もあんたらを騙していたんだ。名前を偽っている。俺の本当の名は坂本龍馬なんだ。え？それってはじめさんが坂本龍馬？でもそれやったらうちが会うた坂本さんは？そいつは俺の名前を語っている偽物だ。俺の恩人を暗殺させた黒幕で、口封じにその刺客を殺した。長崎ではイギリスの武器商人とつながっているらしい。そしてケチ半兵だと同じ火傷を背中に背負っていた。でも竹地さんってわからねえ。兄弟は土佐で腹を切って死んだはずだ。それにあいつにはおやっさんを殺す理由もない。俺にももう何がどうなってんのかわからねえ。はじめさん、うちの太田、坂本龍馬に会いたい？何？もし会いたいんやったら、新選組の人で、うちと同じように坂本龍馬とつながってる人がいるの。その人を捕まえれば、もう一度坂本龍馬に会えるかも。誰なんだ？その人は監察役山崎進。山崎進、あいつが